はいどうも皆さん、こんにちは。サッカー分析系 YouTuber の Do です。今回は2023明治安佐生命 J2 リーグ第41節、ローソクマート VS バウンフォーレ甲府戦の解説をしていきます。本編に入る前にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは本編に参りましょう。まずは今回の流れからです。1、両チームのスタメン。2、両チームの大まかな戦術。3、試合結果とスタッツ。4、戦術面の解説。 5、個人的 MVP、6次回国となっております。それでは両チームのスタメンから確認していきましょう。まずはローソクモトのスタメンからです。ローソクモトは3313。ボールキーパーは田代。ディフェンスライン右から黒木、江崎、大西。アンカーの位置に上村。ウィングバック右が阿部、左が竹本。トップ下に平川、ウィング右が島村、左が松岡。トップに伊藤となっております。サブのメンバーはご覧の通りです。 続きまして、バンフォーレ甲府のスタメを確認していきます。バンフォーレ甲府は4231。ゴールキーパー渋谷。フェンスライン右から松田、井上、長谷川、三浦。ボランチ2枚松本渚と中村。トップ下に三平。ウィング右が宮崎、左が長谷川。トップにクリステアノとなっております。サブのメンバーはご覧の通りです。続きまして、両チームの大まかな戦術です。ランスコノとはポジションにサイド攻撃。守備はハイプレスにマンツーマンとなっております。 対するバンフォールコーフはカウンターに中央突破、守備はリトリートにゾーンとなっております。続きまして試合結果とスタッツです。試合結果はご覧の通り2対0で敗戦となりました。前半から攻める展開が続き、このままいけば間違いなく勝てると確信していましたが、なぜか後半やるサッカーを変えてしまい、完全にペースを相手に持っていかれ敗北してしまいました。大きさんらしくないなというような采配でした。 事実、レノファヤーマ口戦、最終戦ですので、しっかり勝って、終わってほしいと思います。個人のスタッツはご覧の通りです。続きまして、戦術面の解説です。ボードで解説するので、そちらをご覧ください。それでは、ボードで解説していきます。まずは、両チームのフォー,メーションを並べると、このようになります。ロアソクマモトが3313。バンフォーレコーフは4231です。まずは前半、ロアソクマモトのビルドアップから。ロアソクマモト、基本的には、阿部選手と松岡選手がサイドの高い位置。 島村選手が中に入って、そして竹本選手も中に入って、このような形で3313の、えー、さらに変形したバージョン、これをやっていました。ただ前半序盤は苦しみます。アンフォレコーフはどのように守ってきたかというと、これまでカシや町田がしてきたような424のブロック、これを作ってきました。この424というブロックは非常に圧縮してスペースがありませんので繋ぐのにはすごく難しいです。 前半10分頃まではこのような状況は続き、えー、なかなか繋げようにも、えー、サイドに入った瞬間借り取られる、えー。中に入れても借り取られる。このような状況は続きましたが、前半10分あたりから流れが変わり始めます。こーあそこの音、ビルドアップの狙いは中盤のこの距離感。竹本選手、上村選手、平川選手、島村選手。この4名が非常に近い距離感を保ってビルドアップをしていました。近い距離感を保つと何がいいかというと、 例えば、ここで島村選手につけたときに、えー、すぐにワンタッチと落として、これを、の落としを受けることができます。距離感が遠いと、えー、ワンタッチ狙っても、えー、相手選手がそのワンタッチしている間に読んで刈り取られてしまいますので、この距離感というのはワンタッチでつなぐにおいて大事になります。このワンタッチのつなぎがうまくいき、えー、だんだん相手のラインを下げていくことに成功します。 ワンフォーレーフ、自陣まで下がると、442に変化します。その442は非常に低い位置を取りますので、こうなれば、ロスコモとのビルドアップが容易になります。そして、中4枚の距離感を生かしながら、どんどんチャンスを作っていきます。中4枚だけでなく、伊藤選手が降りていく。このようなシーンもありました。とにかく、ここ4名、もしくは伊藤選手を含めて5人。ここの距離感が非常に良かったです。 このように今解説した通り、まずロアソコモトの繊反のビルドアップ狙い、一つ目は10番の中の距離感。ここが狙い目でした。そしてもう一つ狙い目がありました。それはもう少しラインが下がった時。当然相手はこの前に来た時には、424のブロックに戻ります。ただ424のブロック、もちろん後ろの枚数は減ります。そこでロアソコモトの狙いは、サイドの裏、安部選手や逆なら松岡選手。 この裏を徹底的に狙っていました。特に松岡選手の裏は徹底的に狙っていて、伊藤選手が降りていって、相手のセンターバックの選手を引きつけて、その間、視線がずれている間に松岡選手が裏。そのような狙いがありました。このようにロアソコのとムビルドアップの狙いは、まずは中盤の距離感、そしてサイドの裏、ここの二つを徹底的に狙っていました。これが構想してどんどん押し込んでいって、 前半は多くのチャンスを作ります。おそらくほとんどの時間は相手の陣地のエリアで攻撃をできていたと思います。バンフォーレ甲府にとっての自陣深く。ここではバンフォーレ甲府は、プルビューの時も申し上げましたが、2列目のボランチの選手とウィングの選手。ここが極端に下がって、ほぼ1列に近い形で442を取ります。そして、それに伴い2トップの選手は中盤のエリアを守る。ような形になります。そのため、えー、クリアされてもすぐにボールを回収。 プレイができていました。また、えー、ボール失ってこの辺で持たれても、えー、中盤の距離感が非常に近いですので、ここで一気に刈り取ったり、また大西選手や黒木選手などのサイドのセンターバックの選手たちが自信を持って飛び出してきたり、えー、そのようなプレイが見られました。この中盤の距離感というのが、ビルドアップにおいても、トランジションの時においても非常に効いていました。ロアソカノと前線での攻撃の狙いは、まずはクロス。徹底してニアを狙っていました。 ニアに平川選手、もしは伊藤選手などが入っていく。その狙いが市場に見られました。または縦パス。例えば竹本選手が持った時に、間に入っていって縦パスをもらう。そして他にもサイドでボールを持った時に、この中盤の前で受けて、間につけて、こう、敷きつけたところにポケットを取りに行く。そいうようなシーンも見られました。このシーンが前線を崩しては一番良かったシーンだと思います。 このような感じで、えー、徹底的にポケットを取りに行く。ここのポケットのエリアを取りに行くのと、えー、クロス。ここを徹底して狙っていましたが、えー、なかなか点を取ることには成功しませんでした。対するバンフォーリー甲府が狙っていたことは、徹底的にクリスティアノ選手の裏。クリスタの選手、ボールを奪ってクリステアノ選手が裏サイドに流れて、サイドの裏でキープ。これを徹底的に狙っていましたが、バンフォーリー甲府の選手は、えー、なかなか上がりが遅く、 ローソン・ゴート選手は逆に戻りが早いですので、プレッシャーの選手が持ったとしても、もう、くにローソン選手が戻っていて、どのような展開が多かったです。このような感じで前半はビルドアップ、前線の攻撃、そしてトランジション。この3点においてほ、ほ、ぼ完璧な展開を見せて、前半を終えました。このまま行けば、私は間違いなく勝てると確信しました。ですが、流れが変わります。右ウィングバック、安部選手に変えて、大本選手を投入します。 これが一気に試合の展開を変えました。ポジションを整理して後半の解説に参ります。ポジションを整理し直しました。まず後半になってから、先ほども申し上げましたように、アブ選手に変えて大本選手。そして、相手、ボアフォールコーフは右ウイングに乗せるところに、宮崎選手に代わりまして、鳥海選手を投入しました。後半最初はロアスコモートがいきなりボールを握ってチャンスにつなげるという展開でした。ですが、その後はうまくいきません。まず、ロアスコモート、 大本選手投入後、ビルラップどのように変わったかというと、なぜか前半まくっていた中の距離感、竹本選手と島村選手の中に入れて、この中の距離感の良さで、縦パスをつけた後、ワンタッチで崩す。これをやっていたのですが、なぜか大本選手、竹本選手を共に低位置で張らせて、島村選手は中に入っていくのですが、この、ほぼスリーボランチの状態になりました。上村選手と島村選手と平川選手。この3名のスリーボランチのような形。 これが全くうまくいきませんでした。当然、中の枚数減っていますので、中での距離感遠くなりますし、ワンタッチで崩すのも難しくなります。対数バンフォーレ甲府は442というところには変わりはないのですが、徹底的に中を優先してきました。前半よりもキュッと中で固まり、このような感じで中盤に入った瞬間に、もしくはサイドに入った瞬間に一気に圧をかけそのような展開を続けました。 サイドに入れても、えー、ここ、オーム選手が後ろ向きで受けるのですが、えー、ウィングの選手が出てきて、結局また戻す。逆に今度は中盤につけても、えー、中盤距離感が遠いですので、ここで刈り取られる。そのような展開が続きました。そして後半、1失点目も、この中盤で刈り取られてから、そのまま失点。2失点目も似たような失点だったと思います。このような勝ちで、えー、距離感が遠い、その状態が続き、 なかなか誰も改善することができないまま、時間が過ぎていきます。後半終盤、ワンホール交付に得点していましたので、だんだん、えー、ディフェンスラインを下げます。これによって多少ロアソもボールを持てるようになります。また竹本選手が自己判断で中に入ってくるようになりました。これで若干多少改善しました。えー、ですがもう時すでに遅しという感じで、なかなかこの後崩すことができず、そのまま試合が終わり、2対0で敗戦となりました。 ここまでがっつり大木監督が再配にそうするのは珍しいなと思いました。もし前半やっていたことを続けていれば間違いなく違ったと思います。特に今回、戦術面だけでなくビルドアップの時に思ったことは、例えば前半4-2-4の形でこのようにプレスをかけられている時も、このようにプレッシャーかけられるのですが、この時に相手の選手が完全には取りに来ないことを確認してからは、ここでしっかりボールを受けた後ワンタッチして、 えー、この相手の動きをまず見て、相手がどっちに重心があるか、それを確認した後、えー、しっかりこの後にパスをつないでいました。普段なら、例えば、サイドでここに預けた後に、えー、焦ってワンタッチでつなげようとして、えー、ここで、えー、引っかかる。そのような場面が多かったんですが、しっかりワンタッチを入れて、えー、相手の重心を確認して、その後つなげる。えー、その上ができていました。そのような感じで、 しっかりとビルドアップに対する対策を個人としても先日チームとしても持っていたのですが、なぜか後半にまた逆戻り、とような展開になってしまいました。勝てた試合だったと思うだけに非常に残念です。やはり流れがいい時にはやるサッカーは変えない方がいいと思います。後半最初、安倍選手に代わって大本選手が入った時に、私これは正解なのだろうかと思いました。最初こそ大本選手のスピードを生かして、えー、裏に抜けられたりしたのですが、 やはり、後半を終わってみれば、え、お選手の投入は失敗だったなと思いました。守備面に関しても完全に長谷川選手に翻弄される。え、黒木選手が何とかカバーしていたりはしましたが、ここで完全に突破される。ような展開も続きました。おも選手、え、怪我明けというのもありますし、やはり低い位置で生きる選手ではないと思いますので、やはりもう一列前、ここで使ってほしいと思います。せめて前半と同じように、この高い位置を取らせていれば、また全然違った展開になったと思います。 非常にもったいない負けでした。以上が戦術面の解説です。続きまして、個人的 MVP の発表です。個人的 MVP はバンフォーレコーフの渋谷翼選手です。渋谷選手、バンフォーレコーフのゴールキーパーの選手ですが、前半何度も危ないシーンありましたが、ほとんどセーブしてゼロ失点に抑えました。おそらく渋谷選手でなければ何失点もしていた試合だったと思います。正直渋谷選手のセーブにはあっぱれというしかありませんでした。 何度もポケットを取っていましたが、それも推移切ったのも渋谷選手のおかげだと思います。今回は渋谷選手に MVP を送りたいと思います。続きまして次回予告です。次回は2023メジアサセイメジェ2リーグ第42節、ローソクマウトバートサスメノファイヤマチ戦のプレビューをしていきます。11月11日土曜日に投稿予定です。ぜひご覧ください。今年最後のプレビュー動画となります。ぜひ皆さんご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。 高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。